こんにちは、バッキーです。ジェイク・ローゼンフェルドさんの給料はあなたの価値なのか、この本読んだのでね、話したいと思います。で、しっかりね、今回ね、メモ取りました。こういう感じで、しっかりね、勉強した感じで、しっかり勉強したって自分の言うのもなんですけど、しっかりちょっとノート取りながら読んだので、この話をしていきたいかなと思います。なのでね、久しぶりにじゃないですけど、しっかり喋ってる感があるのかなと思います。前からね、この本ね、とても気になっていて、でこれ書いたのは経済学者で、かつね、社会主義者なのかな、経済学者というよりかは、ジェイク・ローゼンフェルドさんは社会学の博士号を取得した人なんですね。で、確かにね、この本読んでる中で、結構印象として大きかったのは、経済学の話というよりかは、やはりこの貧困とか、ローアークラスの人たちですね、低賃金所得って、低収入の人たちの、実態を変えてるって、結構社会学的な視点に近いのかなと思います。で、もうちょっと想像を膨らませるならば、当時マルクスがですね、資本論を変えた時にあたって、結構劣悪な環境状態で、労働者層っていうのは結構困ってるよっていう、悲惨な状態を描いてるんですけど、原作は読んでないんですけどね。この本もね、ちょっとその、ローアークラスの人たちが、結構生活として大変なんですよという描写が結構多く描かれてましたね。僕はこの本ね、初め手に取って読もうとした時に、森博さんの本があって、職業に規制はないですよっていう話の内容があって、ちょっと本のねタイトル忘れちゃったんですよね。やりがいという幻想だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、その話は何かっていうと、お金をもらってるからもらってないからといって、その職業っていうのは素晴らしくて、もしくは癒やしいものかとか、そういうモラルみたいなものは本来ついてこないですよという、そういう話があるんですね。なので結構ジャンルとしては自己啓発とか、評論というか、その考え方の本なのかなと思っていて、僕もね、この給料はあなたの価値なのかっていう、この本を手に取る時に、職業に規制はない的な話なのかなと思って読んだんですけど、実際問題というかね、この本読んだ時、現実の実際問題に非常にフォーカスをしていて、非常にシリアスな話だったなと、そういうような印象があります。じゃあね、この本書の中身ね、この自分の、インプットしたのに対してアウトプット喋っていくような感じで喋っていけたらなと思います。大きな枠組みだけ簡単にメモっていってるんですけど、給料はあなたの価値なのかというところで、今もらってるあなたの給料がありますよねと。で、その給料っていうのは一体どういったもので決められているのか、どう思いますかというところから始まるんですよね。で、これはで給料というものはどういうふうに決まっているのかというと、例えば給料というものも需要と供給という市場価値で給与が決まるって思ったりとか、個人の成果で給与が決まるって、給与には大きな影響を及ぼしているっていうふうなことを思うと思うんですよね。ごく自然なことですよね。で、これは働いている人たち、今あなたがもらっている給与に対してどう思いますかということに対して、自分の能力、自分の成果と合ったものであるだったりとか、本来給与っていうのはどういうふうに決められるべきですかっていうような質問に対しても、個人の成果が大きく影響されるべきだとかね、市場価値によって決まるべきだっていうような回答を、すると思うんですよね。で、実はこれは労働者だけではなくて、学者もそうだし、雇用主ですね、そういう人たちも、個人の成果っていうものが大きく影響されるんですよねっていうふうに思い込んでるんですよね。ですが、この本の面白いところはそうではないというんですね。なので一般的な主張としては、需要と供給でという市場価値によって給料が決まるっていうような一般的なテーマがあるんですけど、実はそうじゃないと。ちゃんと調べてみると、実はこれは権力、感性、模倣、公平性によって給料というものが影響されると。労働者たちが、権力の力学によって負けてしまうケースが多いと。
やっぱりその作手側の人たちがやっぱ買ってしまうようなゲームのような作りに設計されているんですよね。はい、というところでですね、あのやはり米国という、これねアメリカで書かれた本なんですけど、やはりアメリカっていうのはどういう世界観が強いのかというと、あの自由主義とも言えるので、何事も自己責任論として考えてしまう背景があるんですよね。この前のマイケル・サンデルの実力も運のうちという本で、自分がその成功した時は自分が自分の能力でここまで行ったと、つまり自分が責任を持って自分が能力がここまで高いから、ここまで高い地位について高いお金をもらうことができて成功できたと。一方あの失敗した時ですね、もしくはそのブルーワーカー、肉体労働者とか、まあ、そういった時に行った時はどういう見方をするのかっていうと、これは自分の責任で行ってしまったことですと。ブルーワーカーになってしまったのも自分の実力がここまでで、自分の責任が、でしかもそのブルーワーカーを選んだのもそれ自分のあなたの責任ですよねっていうような、そういう、責任論、自分が全て責任を持つというような、そういうような世界観にあるんですね。ちなみにあのマイケル・サンデルの実力も運のうちっていう本では、まあ、どういうふうに書いてたのかというと、実力をねあまりにも重視してますよと。これは非常にね、さまざまなパースペクティブのさまざまな見方や観点の差別が生んでしまいますよっていうような、まあ、そんな話があるんですよ。まあ実力じゃなくて実はそれ運の影響ほとんど大きいですよって、まあ、そういうような話なんですね。まあ、そういうところがね背景にあると、よりアメリカっていうのがどういう世界なのかってより分かりやすいのかなと思うんですけど、まあ、今回のねこの給料ですね、給料があなたの価値なのかというところも、やはりアメリカで実際にね調査したんですよ。この著者すごいところは、経済学者とかっていうのは、まあ、あの研究室に閉じこもりやすいと、でも現場見ましょうよというわけで、やっぱり社会学者らしいですね。フィールドワークじゃないですけど、1100人もの人にね調査アンケートをねしたりとかね取ったらしいです。労働者も雇用側の人たちも取ったそうです。まあ、その結果ねこういう結果が出ましたっていうところなんですけど、じゃあ早速ね内容、入っていきましょう。で、権力感性模倣公平性に影響されるっていうんですけど、これはどういうことなのかというと、まあ、結局はねあの権力者が勝っちゃうゲームになっているんですよね。権力っていうのはあのどんだけのペイメントのバランスですね、給料をどのぐらい払うのかっていうところで、個人たちの労働者が自分の成果に影響されている、自分の実力でここまでね売り上げは出したっていうところで、これも影響されるべきだっていうような考え方があるにもかかわらず、結果としてトップ CEO とかやっぱりエグゼクティブ重役たちの方が、権力によってそのトップの人たちの方がやっぱりお金えぐいぐらい入るようになってるんですね。どのくらいえぐいかってまた後で言うんですけど、でもう一つなんですけど、感性の力があるんですよね。あのウォルマートの例で取り上げられてたりとか、まあいろんな例でも取り上げられてるんですけど、一度これだっていうような感じで、例えば業界の中で給与の分配の仕方っていうものが、大手ある一つの大手が、例えばウォルマートが一度これだって決めてしまうと、その業界の中で小売業の中でまた例えば別の大手とかがあのこう出現した時に、前の大手がこれやってるんだから俺たちもそれ習いましょうって、あごめんなさい、感性の力、感性の力っていうのは、一度これだっていうのを決めてしまうと、もうずっとそれになっちゃうんですね。ずっとそのシステムのままになっちゃうと。これが感性です。権力がつけたパワーインバランス、権力のねこの不平等な押し付けっていうものは、一度決めると感性が働いてずっと続いてしまうと。で、3つ目が模倣ですね。これさっき言ったやつなんですけど、大手がこういう権力の不平等な設定で賃金設定をしているのが普通だったら、うちもこれに習うべきだというところで模倣が起こるんですね。なので市場の、まあ、業界がある業界が一個ね不平等な、形で作られると、それがね硬直化しやすいんですよね。周りの企業もそういう風になってしまうんですよね。で、あともう一個公平性っていうものなんですけど、これは給与をもらう側の人たちの気持ちですね。例えば、まあ、派遣とね正社員の話とかで現れたりとかするんですけど、
自分は正社員だから、手取り18万もらって社会保険とか年金も払って、401k ってあれ何だったのかな、なんかねそういうアメリカの忘れちゃった、NISA みたいな小口投資だったのかちょめっちゃ忘れちゃったんですけど、そういうものも会社が出してくれると。だけど派遣の人たちには手取りだけでもらって他の保証とかもらえてない。これには非常にね公平性の大きなギャップとかがあったりしますよね。不平等な感じをするっていうようなことだったりとかしますね。まあ、そういうところを扱っている、そういうところをまあ公平性という観点で捉えてるんですけど、この権力、感染、模倣、公平性、これらの4つの原因が実は、需要と供給という市場価値で給与が決まるっていう神話があったとして、それをね実はねそのこう全く違うものなんですよっていうふうに言うんですよね。はい、じゃあ、中身に入っていきましょう。中身って10分ぐらい喋ってしまいましたね。あの自由市場に背く雇用主というところで、まあ、1章目があるんですけど、ですね、これ何かというと権力の話です。 CEO がやっぱりその強かったりとか権力によって給料 の明細とか言わないというような世界観なんですね。例えばなんですけど給与秘密保持というような、まあ、条例っていうのかな、なんかそういうルールがあるんですけど、実はこれ結構問題となっているんですよね。これは何かというと給与を見せないっていうやつです。自分がいくらもらっているのか教えないし、相手がいくらもらっているのか知らないっていうような状態なんですね。実はこれでですね、あの何が起こるのかというと人種差別が普通に起こるんですよね。給与が自分どのくらいもらってないってなると、周りの人がどんだけもらっているのか知らないとなると、これ女性の人の方が給与賃金が低いというような調査が出たりとか、やはり人種が違う人たちの給与があの不平等に削られていることが多かったりとかするんですよね。現代のノルウェーでは税務情報の完全な透明化が実施されていると書いていて、逆にねオンライン上であのどのぐらい給料がもらっているのかとかっていう情報がねこうオープンになってたりとかするんですよね。で実は、このオンライン化した時に転職率が上がったりとかするんですよね。今自分が働いているところこのぐらいしかお金もらってないけど、ここの企業こんだけ給料もらえるんだというところで上がったりとかするそうです。で、あのやはりね財務情報の透明性のある会社っていうのはない会社よりも何だっけな、給与やったかな、給与が 5% 高いとかっていうふうに変えてたりとかしてたと思います。はい、とはいえあの公平性の問題というものがあって公開しないところが多いんですよね。なんかそれはやはり、仕事のモチベーションとかに関わるんですよね。あの知ってしまった時に隣の人の方がめちゃめちゃもらってたとかっていうね、あの女性と男性で賃金のギャップっていうものがね知ったりとかした時に大きなショックとかが、受けられると思うんです。で、あの他にですね、競合非市条約っていうものがあるんですよね。これはそのシリコンバレーをね例に取られてたんですけど、非常にね権力のね何だろうこう入り水っていうんですかね、差し水がめちゃめちゃ強いんですよね。もともとシリコンバレーでですね、あのアップルとグーグルの間にあった話があるんですけど、あのアップルのエンジニアたちがいてて逆だったかもしれないんですけど、グーグルの当時の、まあ、CEO か なんか重役の人たちがアップルの人たちのエンジニアをあのこっそりとヘッドハンティングっていうんですかね、引き抜こうとしたのに対してアップルがブチギレしたんですよね。勝手にその抜くなよということで、それでですね同じ業種にはねあの転職してはいけないみたいな、そういうようなルールができたんですよ。で実はこの結果ね何が起こったのかというと、シリコンバレーでねエンジニアたちがね裁判を起こしたんですよね。なぜかというと向こうの会社の方がより給料をもらえるにもかかわらずその手段を遮ったということでですね、権力者たちにねやはりあの大きな戦いをしなければいけなくなったんですよね。和解金としてね権力者側たちがですね CEO とか重役たちが負けて和解金としてお金が支払われてたんですけど、果たしてそれはじゃあそのハッピーエンドだったのかというと難しいところですね。もちろんその転職してより給料もらってた方が結果として労働者としてはお金をいっぱい稼げてたかもしれないんですよね。他にはですねあの独占というものも労働賃金にあの左右されてしまうというような現状があるんですよね。具体例がね、ちょっと昔のタバコの産業について語られてたんですよね。
まあ何かというと、まあこう競争し合ってたんですよね、タバコ産業の中で会社同士が。そこで2人がどういうそのまあ競合し合ってた同士がこう独占、合体して独占しましょうっていうことに決めたんですよ。となるとタバコ産業で決められる給与っていう形態がもう1社しかできないから、まあこれって搾取の構造になってしまうんですよねっていう。というわけでですね、雇用主、権力者側ですねっていうのは、自由市場という名に基づいて、いろいろね、政府たちがね、その規制をね、かけていくんですけど、いやいや、やっぱりリベラルマーケットというものを尊重しましょうと、自由というものを尊重しましょうよって言うんですけど、実際はですね、雇用主っていうのは、自由にするよりかは独占したいというようなインセンティブ、動機が、働くんですよね。で、次の章に移るんですけど、成果測定問題というところですね。個人の成果というものが、給与に反映されるべきだと、能力主義というような考え方があったりしますね。ここにはやはり落とし穴があるんですよね。つまりどういったものかというと、こうすればきっと、会社としても能力という意味で客観的に目に見えるような数値を決めれば、会社としては売上も上がるし、個人のモチベーションとしてなりますっていうような話があるんですけど、実際問題はね、なんかこう望んだ通りにはいかない、意図せざる結果っていうものを招くことが多いんですよね。例えばリーマンショックの件の、具体例がここで挙げられていて、どんな話かというと、リーマンショックの元のきっかけって、住宅ローンなんですよ。これは住宅ローンを組むと、組めばこれ儲かるんですよね、不動産業っていうのは。で、誰に組ませるのかというと、住宅ローンで払えない人に組ませるんですよね。結構やばいことやってるんですよね。ブルーワーカーとか低賃金労働者の人たちに、そんな人たちでもローン組めますよ、夢の家を、ホームを持ちましょうみたいなところで、そういうものを売り出すんですよね。これ一体どういうね、その裏の背景があったのかというと、住宅ローンの商品を売るときにですね、これ測定するようになったんですよね。会社っていうものは、例えばですね、ローンの利率 の、 ローンのその儲かる商品がやっぱ売れてほしいので、このね、儲かる商品を売ったやつにインセンティブで給料上げますっていう風な設定をつけたんですよ。そういうインセンティブをつけたんですよ。その結果ですね、やはり住宅ローン問題というものが大きくなったんですね。当時 の、 その営業マンたちがいろんな手を使って金のない人たちにめちゃめちゃローンを売っていくというような、もうほぼ先まがいなことをやっていたりとか、するんですよね。やはりね、成果測定には3つの問題があるっていうのがね、ここのね、著者が 言ってたんですよ。何かっていうと、定義と選択と犠牲、まあ、同意のなさっていうような、ところなんですよね。で、まあここのね、具体的な話はこのメモには取ってないのであまり喋ってません。まあだいたい想像はつくのかなと思います。そもそもここの定義っていうのは本当に会社にとってグッドなのか、そう社会にとってグッドなのか、だからまあそういったところのものだったりとか、同意のなさですね、それがその営業する人、労働者にとっても同意しているのかどうかとか、消費者にとってもそれが同意できているのかどうかとか、まあ、多分そういう話だったと思います。もちろんね、このね、脳測定問題、成果測定にはやはり感性という力が働くんですね。一度決めたね、測定っていうものをね、一度こう決めてしまうと、労働者たちはやはりそのインセンティブが欲しい、より追加のお金が欲しいために、一度決めた測定を最大限の結果を出そうとするような試みがあるんですよね。ジャーナル、ですね、リポーターとか、ジャーナル誌ですね、こういう人たちもね、測定の問題がやっぱり出ちゃうんですよね。例えばなんですけど、どういうものがいい記事と言えるかというところで、ビューワー数、どんだけね、主張されたのかとか、閲覧数とかで、こういうところで、ね、測定結果出しちゃうと、結局はね、性的とかグロテスクなものを、そういう大きな事件を、過剰に取り入れるっていうような結果にやっぱなっちゃったりとかするんですよね。で、まあその結果ですね、書いたんですよ、測定基準を、閲覧数が多いがいいじゃなくて、社会的にいい影響を及ぼした記事が、まあ
インセンティブを与える対象としましょうみたいなあったりしますね。 Facebook って書いてるんですね。 Facebook なんだったかな、あ、覚えてないですね。何やったかな、 Facebook 何やったかな、忘れちゃったな。で、これはですね、この感性っていうものはですね、いろんなものに使われるんですね。これ学校の教師とかにも使われてたりとか、医療とかに使われてたりとか、警察とかに使われてたりとかするんですけど、みんなこういう結果になってほしいから測定のバーみたいなのを設けるんですけど、みんな歪んだ形になっちゃうんですよね。例えば医療の現場とかだったら、これどういうふうに歪み出したのかっていうと、待ち時間の少ない病院っていうものは、その受付とかの、その回転率を速くするために生産率が上がるようなね、ようにね、スタッフって頑張りますよねっていう意味で、待ち時間が短い病院はいい、そういうインセンティブつけましょうってなった結果、何が起こったのかっていうと、待合室にいる人を病院じゃなくて救急車の中に待たせ始め、救急車の中で待たせるっていうような現象が起こったんですよ。救急車の中だと待ち時間はこれカウントしませんというような謎のルールがあって、歪み出したりとかするんですよね。学校の教師とかも警察官も似たような歪み現象が、ねじれ現象がね、やっぱ起こっちゃうんですよね。はい。というわけでですね、ここでね、筆者がね、結論っぽいことを出すんですよね。定量的な社会指標っていうのは、社会決定に利用されるほど社会的過程を歪めて、腐敗させてしまうという、ドナルド・キャンベルという人が、言ったものを引用してるんですよね。はい。というわけでですね、個人の成果主義っていうのはやはり失敗してしまうんですよね。何らかの歪んだ形になってしまうんですよね。で、じゃあそもそもなんだけど、その組織の業績にも、にも影響されないっていうことも結構難しいって書いてて、わ、これどういうニュアンスで書こうと思ってたのかな。やっぱり個人がどうのこうのね、頑張っても難しいときたら、じゃあそもそもの土台である組織とか、大きい組織が、個人じゃなくて組織がいいこと起こったら、きっと個人にもいいこと起こるんじゃないのかっていうような考え方もあるんですけど、実はそれも微妙というところがね、問題として取り上げられてるんですよね。ここからですね、いい仕事が悪い仕事になるっていう話を、悪い仕事がいい仕事になるっていうような章に入っていくんですね。大きな枠組みとしてどういうことかっていうと、株主資本主義っていうものがある以上、その収益っていうものが、あったとして、それは労働者じゃなくて経営者と株主に分配されるシステムだっていうふうに言うんですよね。株主資本主義っていうのは、やっぱり勝ち組の、搾取してる人たちが勝ってしまうようなシステムになってしまうっていうところを、非常に鋭く批判するんですよね。ブルーカラーの話が挙げられるんですよ。もともとね、ブルーカラーっていうものはね、アメリカではいい仕事だっていうふうに言われてたんですね。これはその戦後ぐらいだったかな、時代背景がちょっとね書いてないんですけど、国をね、やっぱりね、復興させる時に、ミドルクラスっていうものはやはりね、たくさん生み出さないといけないんですよね。で、やはり公共事業とか、本当に肉体労働なんですね。工場業とかだったりとか、インフラとかもそうだし、あと、工場、さっき言ったか、鉱山とかもそうだったりとかするんですよね。だけど、この、ブルーカラーっていうものはいい仕事だっていう幻想が残したまま、現実問題は悪い仕事になっていくんですよね。ブルーカラーはですね、生産性が上がっているにもかかわらず賃金が下がっているっていうようなね、状態をね、問題として突きつけられるんですね。現状ですよ。理由が2つあります。労働組合の不在と雇用形態の解約っていうふうに書かれてるんですね。労働組合がなくなってきてるっていうような情報と、あとは雇用形態がね、改善じゃなくてね、改悪です、悪くなっていってるんですよね。ここでですね、筆者の主張がね、一つ出てくるんですけど、労働組合って実はやっぱり強いんですよね。労働組合というものがあるという風潮だけでも、そこの企業のトップとかエグゼクティブ、重役の人たちとかは、給与設定に関してちょっといい方向にね、つけたりとかするっていうんですよね。逆に労働組合がいないっていうのは結構ね、搾取されますよっていう風に書くんですよね。トラックとか建設業とかもあるんですけど、ここがね、結構ね、労働の闇やなというか、ブルーカラーの闇やなって思うところがあって、昔は稼げたというような幻想があるんですよね。なので
こうやってね、嘘を言っていくんですよ。例えばその、職がない人がいて、まあ、家族養っていけないといけないから、まあ、ここの会社では、まあ、ここのトラックの、運送業を、まあ、1,2 年やっとけば会社の人たちが、今は派遣だけど正社員として雇ってあげるよって言われたから、俺家族養うために 1,2 年は頑張るわってなって働いたけど、実はその、運転手4年経ってもまだ派遣のままみたいな。でトラック業めっちゃ大変なんですよね。12時間ずっと椅子に座ってなければ、そのドライブ席にね座ってないといけない。背中がやっぱり痛かったりとかするんですよね。こういうのがね、慢性的な腰痛とかになって労働復帰が難しくなるような、引き金は徐々にこう引かれていく一方なんですね。ある時からやっぱり壊してしまうのかもしれないんですよね。逆にですね、悪い仕事がいい仕事になってもいいんじゃないかっていうようなね、これはね著者がね一つの、これからのじゃあ社会どうしていきますかっていうところの一個のアンサーポイントなんですけど、賃金はやっぱり高い方が CEO って逆に頑張りますよねっていう話があるんですよね。これは何かっていうと、いい給料払ってんだからいいもの作らないと会社やっていけないから、やっぱりその上部の人たちがじゃあどういう戦略でいくかとかもっと考えるじゃんっていうような話だったりとかします。他にはその研究とかの中で、論文の中で、給与が上がってしまうと製品の値段も上がってしまいますよっていうようなところが雇用主のねいい文句なんですよ。賃金上げないのですかっていうのに対して、ウォルマートもね実際そういう感じで言ってるんですよね。もしね今最低賃金で働いている人たちの給料を上げてしまうと、ウォルマートの製品というのが上がってしまいます。ウォルマートの強みっていうのは安い製品で生活できるということによって、消費者たちがいい暮らしをねすることが私たちのモットーなんですけど、さあこれで賃金が上がって、もしあなたたちの生活に影響したらそれはねどういかがなものでしょうかっていう感じで言うんですけど、ここにですね筆者はね半年のデータみたいなのを挙げるんですよね。物の値段が賃金を最低賃金上げても物の値段はそんな上がらないよっていうようなケースとかが、まあ、あったりとかするというふうに書いて、物の値段そんな上がりませんでしたよっていうようなデータとかも上げてたりとかするんですよね。はい。でまあここでですね、食肉加工業の労働環境のえぐいぐらい闇っていうふうに僕書いてるんですけど、食肉加工業っていうのがもういかに闇が深いのかっていうのを告発した本があって、まあ、その本の影響で、まあ、連邦政府の州の、議会とかがこう動いたりとか政治家が動いたりなったんですけど、これどういうことかっていうと、食肉加工業って事故めっちゃ起こるんですよね。結構な人数とかが、まあ、指とかに挟まって、まあ、亡くなったりとか、指がなくなったりとか片腕なくなったりとか、結構そういうね災害が起こるんですよね。労働における災害が。でも闇深いんですよ。めちゃめちゃ低賃金でめっちゃ長時間働かされて、いろんな人種たちを雇っていくんですよ。でこれ怖っと思ったのが、意図的に労働組合を作らせないようなこう労働環境を作ってたんですね。というのも、いろんな外国人のいろんな別の国の別の言語をしゃべる移民たちを取ってきて一つのオフィスにまとめるんですよ。なので言葉同士が通じないから労働組合が作ろうという動機が起こせないんですよね。そういった職場をね意図的に作ってるんですよ。闇深ーってあって、これえぐって思ってっていうようなことがあったりとかしたんですよね。はい。っていうところはね、まあそういう実際問題をね、この本ね結構バンバン言ってたりとかして、まあ、非常にこうディスカッションが起こるような話になってるのかなと思います。まあ残りの2章喋って、この本ね全体喋ったことになります。格差の再興というところですね。ここでですね、ティンバーゲンというような経済学者なのかな、人がいてるんですけど、ティンバーゲン基準というものをこれ導入したら、いい生産性というゴール、会社がどういうところに目指すべきなのか、賃金設定においてこれ決まりますよねという、そういう基準がありまして、これ何かというと、トップが最低給与の5倍以上の報酬だと生産性が落ちるっていう、そういうねもうクリアな基準を出したんですね。でもこれ実際なんですけど、この
5対1の給料の比率からめちゃめちゃほど遠いです。例えばなんですけど、ここであの CEO と最低労働者やその中央値ですね、あの低賃金とかその労働者層の中央値とかと比べるとえぐいぐらい差が開いていることが明らかになるんですね。1200倍とか書いてたりとかしました。でスタバの CEO のケビン・ジョンソンさんですね、この人ですね、2時間働くとバリスタの年収分もらえると、そのぐらい CEO の、 あの賃金あの給料もらっているとえぐいぐらいもらってるんですね。でここへですね、あのあるねフレーズが出てくるんです。そう、何かっていうと技能変更的技術進歩理論というものがありまして、これ何かっていうと格差説明の、まあ枠組みとして使われるんです。格差を説明するものとしてこの話使われるんですけど、個人の人的資本を強調する、ものであると、個人の人的資本を強調する給与決定理論であるっていうふうに書いてるんですね。まあ分かりやすく言うと、労働者は教育と訓練によって増やすことができると、まあ、人的資本というものは集まらせることができるよっていうことがあるんですけど、現実問題はやはり難しいと。システムエンジニアとか、まあ、プログラミングとかがある通り高度人的資本の追求ということがありまして、もっとね、もともとは前までは専門的なスキルが持っとけばあの人的資本、あの、まあ、いわゆる人手とか欲しいとか、まあ、こういうところと考えてくれたらいいと思います。人手というものがいろいろ集まってたりとかするんですけど、あの求められるスキルがやはりね高い基準になってきたりとかするんですよね。もしくはその低賃金であることの過剰労働っていう状態が起こったりとか、教育もね教育の過剰性も問題として上がってるんですよね。これはどういうことかっていうと、大卒がいっぱい出たというようなことです。もう日本もそういう状況ですよね。大卒に意味がないと言われている通りに、大卒であるから給与がたくさんもらえるかっていうと実はそうではないと。そもそも大卒自体も飽和状態になっているので、あまり供給が多すぎるからあんまり会社もね大卒だから欲しいというふうにはならなかったりとかするし、そこで給与が上がるというようなインセンティブにはならなかったりとかするんですよね。はい、最後ですね、まあ、公平な賃金を目指したいというところなんですけど、やはりあの社会学者なので、じゃあどうしたらいいのかというところで3つの、ね、案を出すんですよね。賃金下限の引き上げと、ミドルクラスの拡大と、天井の引き下げです。分かりやすく言うと、一番低い最低賃金を上げましょうと。でミドルクラス、中間層の人たちをたくさん作っていきましょうと。で天井の引き上げっていうのは CEO を金をもっと分配しましょうっていうような話です。で実際のモデルとしては、なんかこう事前分配だったりとか、マーケットデザインっていうようなこうなんかこう言葉がありまして、これはその所得分配のあり方を変えるんですね。なんか税金を引かれる前に分配されるようなシステムだったような気がします。あんまりちゃんとね理解してないんです。はい、でやはりどういう世界を作っていくかというと、企業競争の中にどうしても賃金カットっていうものが出てくるんですよね。人件費安ければ安くていいものが作れるっていうものが競争する上での一つの武器になるんですけど、それやめましょうと。賃金カットで勝負できないような世界をやれば、もっと生産性が上がることだったりとか、もっとその企業努力が別の方向のいい方向にきっと向くんでしょうねっていうような話を書いたりとかするんですよね。まあ、あとはやはりその労働組合を作ろうっていうような、話なんですよね。まあ、これさっきも言ったんですけど、労働組合の存在があるかないかで賃金交渉というものが大きく変わっていきますよというふうにあるんですよね。ここでですね、次ですね、天井の引き下げですね。CEO というものがもらいすぎると、トップがもらいすぎてからそこを減らしましょうというところで、マルコ、ルビオ、上院議員がね言ったセリフがありまして、これがもう株式市場主義とは何ぞやというところをね言い表してるんですけど、株式市場主義を取ると投資家に早く確実に利益を届けることが優先され、投資や、まあ、事業投資とか長期的な発展が後回しにされると。これは従業員の役割や価値創造する過程で取るリスクについて理解が進まないと。つまり賃金が上がらないというようなね、まあ、そういうようなね話があったりします。株主主義っていうのはやはり権力者がやっぱね強い
構造になってるんですね。というわけでですね、まあ、この本の結論っていうのは、まあ、先ほどね一番動画の最初にも言ったんですけど、給与っていうものは単純需要と供給によるものによって決まるって思ってたんですけど、実はそれだけではなくて社会的な力と政治的な権力によっても同じように決まるっていうふうに書いてるんですよね。はい、やはりねこの権力、感性、模倣公平性によってめちゃめちゃ大きく影響されるということ、多分ね私たちはねこの事実はね労働者としてはやっぱ知っといた方がいいのかなと思いますね。はい、終わりです。これいい本でしたよ。はい、勉強になりました。こういうふうに喋りたくもなった本ですね。これは1000万円稼ぎます。